が勇者ゆかりの地か。しかし大樹が落ちた場所から近いというのに里は全く無事な様子。あ、その顔見覚えがあるぞ。ベルカダールの者よ。これまで我が里を封鎖しよって忌々しい。我らドゥルドゥルダドゥルルルドゥルダ。なんだこの動きは。ドゥルルル。お前たちやめなさい。騒がしいと思って来てみれば何事ですか。散歩大僧正、違います。怪しいデルカダール兵が来たので取り調べ。デルカダール兵ですって。なるほど、確かに。ですがあちらの若い方は兵士には見えませんね。あ、あなたから感じるこの力は、もしや勇者様ではあります。なんと、一目見ただけでは。ああ、どれだけこの時を待ちわびたか。この者たちの無礼な振る舞い、大変申し訳ありませんでした。後ほど里の一番高い場所にある大使の宮殿を訪ねてください。お話ししたいことがあります。変わった子だね。まだ年若いというのにこちらの心を見す。他に当てもない。とりあえず彼の言う通り、大使の宮殿。
勇者様、ドゥルダ教へよくぞ参られました。私は里を治める大僧正三歩とも。三歩大僧正、あなた方ドゥルダの人々は彼のことを知っているのか？もちろんです。我々は16年前、勇者様がユグノアに生まれてからずっとその勇者のことを待っていた。それ訳をお話ししましょう。さあ、あの旗を見てください。ドゥルダは古来よりユグノアとゆかりのある里。ユグノアの王家に生まれた男子は幼子の6年間ユグノアの王子として生まれたあなたも、本来は里に修行に出され二馬大使に指示するはずだったのです。不幸にもユグノアが魔物に滅ぼさ、もし運命が違っていればお前はこの里で幼少期を過ごす。しかしその師匠になるはずだった肝心の二馬大使はどこに？我らの指導者二馬大使は魔王によって世界が崩壊した時、その衝撃から里、その強力な結界によって里は助かりましたが、自らの命を犠牲にした。そうだったのか。二馬大使の代わりにあなたにお見せしなければならない場所があります。宮殿の裏にある大修練。二馬大使が亡くなったのは残念だが、大僧正の言う大修練場に行ってみるか。この扉の先がドゥルダの大修練場となります。実際に修練場を見る前に、里に語り継がれる伝説の勇者、神話の時代、老子は邪悪なる神を倒す旅の途中、賢者の集まる神秘の里ドゥルダを訪れました。深き知恵を持つ里の初代大使天神に弟子入りした老子は、この修練場で、そして修行を続ける老子はある人物と運命的な出会いを果たしました。ほう、その人物と。同じく大使の下で修行に勤め、弟子の中でも一番の実力者とされた大魔法使いウラノスです。共に切磋琢磨し、互いの力を認め合った二人は意気投合して友となりました。修行を終えた後、ウラノスは老子の仲間となり、邪悪なる神との戦いで大いに活躍したと伝えられています。その石碑には二人が友情を誓い邪悪なる神を倒すことを決意した言葉が刻まれています。
老子とウラノスか。大変興味深い言い伝えだな。昔語りはこれくらいにして、実際に修練場をお見せしましょうか。ここが歴史深きドゥルダの大修練場。神話の時代からあるわ。あなたも歴代のユグノア王子と同様、ここで二魔大使の稽古を受けるはずでした。わざわざここに来ていただいたのは、老子の時代から連綿と続く伝統の地をあなたに踏ませてあげた。あなたの祖父老様もここで修行を受けたのですが、彼の偉業は今も皆の記憶にの偉業だと。二魔大使の修行は厳しいことで有名です。これは弟子が追い出した時にお尻を叩く、通称お尻叩き棒。なんと老様は6年間の修行でこの棒でお尻を叩かれること10,000回。この記録は未だ破られることなく、老のようになることなかれという戒めが今も語り継がれているのです。大した偉業だな。老様が心配ですか。ですがあの方は大使の厳しい修行を耐え抜き、今も伝説の弟子として語り継がれる方。世界崩壊の衝撃で亡くなるほどやわではありません。きっと今日はあなたのために大使の宮殿でささやかな宴を開かせてください。ニマ大使がいない今、私たちにできることは多くありませんが、あなたのためにが覚めたか。せめて皆大使が、ま、過ぎたことを言っても仕方がない。そろそろ行くか。それで修行者の安否は。申し訳ありません。参道の魔物は我々の手に負えず。そうですか。三歩大掃除を。ああ、お二方。実は半月ほど前に一人の修行者が里を訪れ、ドゥーラン。たった一人で。何故。わかりません。ですがその修行者は里の者から大使が亡くなったことを聞くと、何も言わずに山頂へ向かっ、山には魔王の影響で凶暴化した魔物が住み着いているため救出。この通り怪我をして戻ってくる始末。それでどうしたものかと思案していました。日々修行を積み重ねながら、肝心な時にそのせい。では我々がその修行者の救出に。申し出はありがたいのですが、大切な使命があるあなた方に目。しかしその修行者をこのまま見捨てるわけにはい。なあ、いいだろう。里の者には一宿一飯の恩もある。ありがとうございます。ですがご好意に甘えてばかりも。うん。では
早速ドゥーランダの山頂へ向かいましょう。山頂へは里を出て東の道か。